皆さんこんにちは。茨城ほのぼのチャンネルです。今回は水戸市にあります蕎麦どころ三河さんにお邪魔しました。以前からネットで結構見てはいたんですけど、もうネットで蕎麦水戸市で検索するともう1ページ目によく出てくるお店で、まあかなり人気なんだろうなと思って気になってはいたんですが、今回は、そのね、気になる三河さんに、まあ、行く機会に恵まれまして、行ってまいりました。で、今回ね、食べた、メニューは季節の地魚天せいろですね。はい。かなりメニューは悩みました。まあ、季節の天ぷらとろろ御膳とか、まあ、このあたりも、いや、これも気になるなとか、本当にね、魅力あるメニューがたくさんあって、もうしばらく悩んでましたね。まあ、これからはちょっとメニュー表になりますので、ぜひね、じっくりご覧ください。はい、こちらがですね、相方が頼んだ季節の天ぷらとろろ御膳ですね。それでこちらが2人ともね、まあ頼もうかって言って、食後に頼んだ紙セットで、今回は、アイスとケーキが選べるんですけど、私はロールケーキを選びました。中のクリームもさっぱりしてて、最後まで美味しくいただけました。今回の動画は以上になります。かなり混んでると思われますので、時間をずらしたり何か工夫されるといいかと思います。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。